皆さんこんにちは。今日は趣向を変えて世界遺産に登録された青森の縄文遺跡についてお話ししたいと思います。紀元前1万3000年頃より1万年以上も続いた縄文時代、2021年7月27日北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録されました。同じ文化を共有する17の遺跡で構成された遺跡群ですが、中でも青森県は最多となる8つの遺跡を有しています。しかもそれらの遺跡で1万年以上に及ぶ縄文時代の定住生活の変遷をほぼカバーしているのが特徴です。狩猟や採集をしながら人々が定住生活を送った縄文時代とは一体どんな時代だったのか、そしてなぜ縄文時代は農耕社会に移行することなく1万年以上も続いたのか、その謎を探るべく青森県の8つの縄文遺跡について取材してきました。まずは東津軽郡外ヶ浜町にある大台山本遺跡。ここは縄文時代の草創期、紀元前約1万3000年頃の土器片が出土した日本考古学史上極めて重要な遺跡です。その土器片が展示されているのが廃校となった地元の小学校を利用した大山ふるさと資料館。地元に伝わった古い農具や生活用具とともに大台山本遺跡の展示を見ることができます。こちらが遺跡から出土した土器片。土器に付着した炭化物から約1万5000年前のものと測定された北東アジア最古級の土器のかけらです。大台山本遺跡から土器片が出土した紀元前1万3000年頃は、日本列島が氷期から温暖化に向かう頃、人々はテントのようなものに住みながら食材が手に入りやすい拠点を季節ごとに移動していたと考えられます。その一定期間の定住の中で彼らが使用し始めたのが貯蔵や煮炊きに必要な土器でした。ただし草創期の土器には縄目の文様はなく、まだ無紋でした。土器片とともに石族という石の矢尻が出土していることから、ここを拠点とした縄文人が土器と弓矢という最新の道具を使いこなしていたこともわかります。遺跡の解説板に設置されている QR コードを読み込むと、360度 VR で約1万5000年前の風景を見ることも、しばし草創期の縄文人の生活をお楽しみください。田小屋の貝塚は縄文時代前期から中期、今から約6000年から4500年前の遺跡です。今から約7000年前は海面の上昇がピークに達し、13湖のような湖は今よりずっと内陸に広がっていました。有名な遮光器土偶が発見された亀ヶ丘遺跡にほど近い田小屋の遺跡は、日本海側では数少ない貝塚を伴う集落跡。取材時は遺跡の整備のため発掘調査が行われていました。最近まで宅地だったという場所を少し掘るとすぐに貝の層が出てきます。こちらは特別に撮影させていただいた映像。こんなに簡単に貝が出てくるなんて驚きですね。さて貝塚というと縄文時代人のゴミ捨て場と学校で習った方は多いと思います。私自身もそうだったので、つい現代人が生ゴミを捨てる感覚をイメージしがちなのですが、実際には役目を終えた道具や動植物の魂を天に返す送り場というイメージが近いのだそう。そのため貝塚からは貝殻はもちろん土器や土偶、丁寧に埋葬された人骨なども発見されます。津軽市の出土品を紹介している津軽市縄文住居展示資料館カルコ。その田小屋の貝塚の展示室には今も13個の名産である大和しじみの貝殻やクジラなどの骨で作った骨格器、また弁慶貝で作った貝輪ブレスレットなどが紹介されています。このような貝輪が多数出土していることから、田小屋の貝塚には交易用のブレスレット工房があったと考えられています。二つ森貝塚は田小屋の貝塚と同じ縄文時代前期から中期、約5500年から4000年前の遺跡です。小川原湖西部の台地の上に位置する青森県最大規模の貝塚を伴う集落跡で、複数の縦穴建物跡や貯蔵穴、お墓などが見つかっています。現在遺跡の周囲は田んぼが広がっていますが、当時は入り江になっていて貝や魚が容易に取れたと考えられます。今も史跡公園を歩くと地面に貝殻が散乱しているのを見ることができます。
縄文時代の人々が食べた貝殻かもしれないと思うと感慨深いものがありますね。ここから車で数分のところにある二つ森貝塚館は、閉校となった小学校をリノベーションして2021年に開館したばかりの施設。こちらの展示室では、なんといっても貝塚の断面を直接剥ぎ取った剥ぎ取り断面が圧巻です。二つ森貝塚の出土品といえば人面付き土器が有名ですが、鹿の角で作った櫛も必見。そのデザイン性はもちろんのこと、鹿の骨を加工して左右対称に仕上げる技術は見事です。こうした手の込んだ工芸品を作れるほど、日々の生活や精神に余裕があったということが伺えます。当時はこんな風に女性の髪を飾っていたようです。また、この遺跡からは人間によって葬られた犬の骨が発見されたことも知られています。狩猟などのパートナーとして、犬は家族同然に扱われていたのでしょう。今から約5900年から4200年前に営まれた日本最大の縄文遺跡、三内丸山遺跡。温暖化が進んだ6000年ほど前、日本列島は今より2度から3度平均気温が高かったと考えられています。日本列島が豊かな自然に覆われ、食料の確保が容易になると人々は集まり大きな集落が作られるようになりました。三内丸山遺跡では、6本の栗の巨木を利用した大型掘立て柱建物跡や、数百人は収容できたと考えられる大型縦穴建物跡、1000年以上もの間、人々が使用済みのものを自然に返し続けた盛り土や、陸奥湾へと続く道に整然と並ぶ大人の墓、そして500基以上も見つかったという住居跡なども見ることができます。平成4年、1992年、県営の野球場建設に先立つ発掘調査により、次々と出土した大規模な縄文集落の遺跡は、それまでの縄文時代は原始的というイメージをすっかり覆すものとなりました。当時の栗などを分析すると、明らかに人が管理していた跡があるそう。この集落にも、縄文時代人が管理した栗やクルミの林が広がっていたことでしょう。戦争の痕跡を見ることがない縄文時代は平和で平等な時代だったと言われます。縄文時代中期を通して人々が切れ目なく暮らしたこの村には約1500年もの間自然と共生する平和な社会が営まれたことに驚かされます。隣接する縄文自由館のサンマルミュージアムでは有名な縄文ポシェットや日本最大級の盤上土偶など重要文化財約500点を含む約1700点の出土品を見ることができます。縄文時代後期、日本列島の各地に現れた環状列石。八甲田山麓にある小牧野遺跡は、日本最大級のストーンサークルです。三内丸山の大規模集落は温暖化によって繁栄しましたが、今から4000年ぐらい前、紀元前2000年頃、縄文時代後期になると、日本列島の気候は寒冷化していきます。そのため、集落の周辺だけで大人数の食料を確保することができなくなり、三内丸山のような巨大な村を維持することが難しくなっていきました。そこで人々は小規模なグループに分かれ、分散して居住するようになります。こうして離れ離れになった集落同士が絆を深めるために作った祭りの場と考えられるのが環状列石、いわゆるストーンサークルです。小牧野遺跡の環状列石は約2900個もの石を利用して作られています。一部40となる部分を含めると直径55メートルにも及びます。縦横交互に並べる石の組み方は全国的にも珍しく小牧野式と呼ばれています。環状列石の東側には地面に掘った穴に遺体を入れ、その上に土を盛ったお墓がいくつも再現されています。この墓域には100基ものお墓があるそうです。小牧野遺跡の環状列石は、やはり死者の弔いや先祖信仰と関係があるのでしょうか。ここでどんなお祭りや儀式が行われていたのか、大変興味深いところです。こちらは遺跡から約 1.5km の場所に立つ、縄文の学び屋小牧野館。閉校した小学校を改修したこの施設では、小牧野遺跡や縄文人の弔いに関する展示などがイラストなどを使って分かりやすく展示されていました。岩木山麓にある大森勝山遺跡は、小牧野遺跡の環状列石から約1000年後に作られた縄文時代晩期では唯一の環状列石です。
1200個もの石を使った楕円のストーンサークルは、長い部分の直径が 48.5 メートル、短い部分が 39.1 メートル。石は小牧の式のように組まれているのではなく、グループ状に置かれています。ここからさらに登ったところにあるのが、大型の縦穴建物跡。祭りの儀式のために、それぞれの集落から集まってきた人が利用するコミュニティセンターのような場所だったと考えられています。小牧野遺跡では、環状列石と墓地がセットになっていましたが、その1000年後に作られた、ここ大森勝山遺跡の環状列石には墓地はありません。純粋に祭りのための場所だったということがわかります。縄文時代晩期は、集落、墓地、そして祭りの場が完全に分かれていることが特徴です。目の前にそびえているのは岩木山。この遺跡と同じ約3000年前に噴火した後は、ほぼその姿を変えていません。つまり、この環状列石越しの風景は、縄文人が見ていた風景とほぼ同じということになります。冬至の日には、ちょうどこの岩木山山頂に太陽が沈むのだそう。そう考えると、縄文人の祭祀の対象は岩木山そのものだったのでしょうか。出土品の展示コーナーがある裾野地区体育文化交流センターには、平らな石を円形に打ち替えた円盤定石製品が展示されています。用途は不明ですが、環状列石の周辺から約250個も出土していることから、祭りの儀式で使われたのではないかと考えられています。亀ヶ岡石器時代遺跡からは、縄文時代晩期のお墓の跡が100基ほど見つかっているそうです。近くにある縄文時代前期の遺跡、田小屋の貝塚とともに整備が進められているこの遺跡で有名なのが、トンボのような大きな目と独特なスタイルをした遮光器土偶。かつて北極圏に住む人々が雪の反射光から目を守るために使用した雪眼鏡、遮光器をかけているように見えることから遮光器土偶と言われています。このタイプの土偶は縄文時代晩期の東北の遺跡から数多く出土していますが、特によく知られているのは明治時代、青森県津軽市木造の亀ヶ丘で発見され、現在は重要文化財に指定されている大型の土偶。この石像の後方、捨て場だったとされる低湿地から発見されました。この地の出土品は、田小屋の貝塚の展示コーナーがある津軽市縄文住居展示資料館カルコと津軽市木造亀ヶ丘考古資料室で見ることができます。ただし、あの有名な遮光器土偶は上野の東京国立博物館にありますので、津軽市縄文住居展示資料館カルコでは本物そっくりに写したレプリカをお楽しみください。現在、縄文時代晩期の中井村を復元するために、史跡整備が進んでいるこれかは石器時代遺跡。八戸にある中井遺跡、一王子遺跡、堀田遺跡の総称であるこれかは石器時代遺跡の出土品は、これかは縄文館で見ることができます。これかは縄文館といえば、何といっても国宝合掌土偶が有名です。膝を立てて座り、腕の前で手を合わせた女性のポーズは、縄文人の祈りの姿を表現したと考えられています。現在、国宝展示室で360度ぐるりと見ることができるこの土偶は、後ろに回ると頭に紐の線のようなものが見え、仮面をかぶっていると考えることができるそう。また、足などの割れた部分にはアスファルトで接着した跡があり、壊れても修復して大事に使われていたことがわかります。土偶には一部赤い顔料が残っていることから、当時は全体が赤く塗られていたと思われます。こちらは合掌土偶と同じ風張り一遺跡から出土した頬杖をついたような土偶。どこかひょうひょうとした表情がいいですね。これかは縄文館では中井遺跡から出土した数々の美しい漆器に圧倒されました。しかし、漆の赤く華やかな土器とは対照的に、いぶして黒色加工した黒い土器も印象的。また、縄文土器は極めて薄く均等に加工されており、その多様なデザインはもちろん、細部までこだわるものづくりのスピリットには目を見張るものがありました。このような土器はもはや一般の縄文人が作れるものではなく、専門の職人が制作していたと考えられるそうです。さて、青森の縄文遺跡8カ所の旅はいかがだったでしょうか。改めてお話を聞かせていただいた皆様、どうもありがとうございました。ここで私が疑問に思っていた縄文時代がなぜ1万年も続いたのかということについて、弘前市教育委員会の庄司心さんに伺ってみました。そ
そうですね、縄文人周りの自然とか環境を利用しながら、特に争うこともなく、周りと調和しながら普通に暮らしていたのかなと。その暮らしていく中でいろんなものに、例えば思いを馳せながら暮らすことによって、そんなに長続きできたのかなと考えております。1万年も続けるような生活を維持できたというのが、多分目を見張るものがそこにはあるのかなと思いますね。まあ、そんな感じだと思います。はい、庄司さんがおっしゃったように、他の文明社会へと変わる必要がなかった縄文時代では、人々は自然を敬い、亡くなった人や役目を終えたものを弔いながら1万年以上もの間協力し合って穏やかに生きてきました。その間に遠隔地との交易も行われ、細部にこだわる芸術的なクリエーションも発達しました。時には噴火や地震、天候不良など自然の脅威の前に打ちひしがれることもあったでしょうが、それに余りある恵みを自然はもたらしてくれることを人々は十分に知っていたことでしょう。和の精神、自然崇拝、細部にこだわるものづくりの精神、世界的に見ても独特とされる日本の精神文化は、太古の昔1万年以上にも及んで育まれた縄文文化が遺伝子レベルで私たちに受け継がれている結果と考えることができるのかもしれません。